教えていただありがとうございます。ありがとうございます。さて、それでは、早速ですが、早速ですが、早速ですが、えー、本日のですね、えー、お相手をお読みしたいと思います。とでは、下松さん。はい、どうも、下松博と申します。まよろしくお願いします。じゃあ、ちょっと僕の方から下松さんのまずご紹介をさせていただきたいと思います。はい。 えー、DVD 回帰収集者シリーズ、水ミーズ会談、くだ松広し、DVD 前の階談2022、YouTube、くだ松広しの階談チャンネル等々で活躍されております、くだ松広しさんです。どうぞ、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。えー、関西からやってまいりました、くだ松広しです。<laughs> <laughs> <laughs> なんか、始まる前にすげえ緊張するところしたんす大丈夫ですか全然。めちゃくちゃ緊張してますよ。あ、本当ですか全然ここは。やばい生暖かく。で、なんかあの、お聞きしたところ、ニコ生デビュー初ということで。そうですね。あのー、うん、今日が初めてのニコ生に参加、配信に参加させていただく。ああ。わけです。<ー>はい。あ、延長その子、ちょっと待ってね。 ああ、ああ、これでどうですかねああ、ああ、ああ、こんなんぐらいかなああ、ああ、こんなもんかなよし。ちょっとね、あの、バランス等々ありましたら、コメントでお知らせいただければ、調整します。o k ッケー。本当ですよ。あの、ようこそスラムへ可愛がってやるよ、つって。<laughs> 怖い、怖い。大丈夫ですから。大丈夫ですから、怖 でこの断幕を見るのも僕初めてなので。あ、こういうザーって流れるやつ。そう,そ,うそうです、そうです、そうです。コメントが流れるのを,、はい、を見るのが初めてなんでね。ああそっかー。そうですよね。僕基本これ、ここからこうなってたんですけど、そっかー。影のものには優しいから、陰のものには優しいから、あ、そうなんです。よかった。大丈夫です、優しいです。ここほんと、石の下に、 いいいっぱいいる足生えてる気持ち悪い虫みたいなのしかいないってよく配信で言いまくったので。ダングムシの杖へようこそって。すごいな。ニコダガがホームのやつは6でもないから気をつけろっね、今日、今日ほら、下松さんところからのつ、あの、はい、あれですよ、インスタとか YouTube から来てる方もいるから、皆さん、 いつもいる皆さん、ちょっとここは、いずまいを正していただき、ええー。<laughs> <laughs> スラムへようこそ、ね、えー、書かがれてますよね。いや、たの楽しそうだな。<laughs> ちょっと楽しみですね。えー、ここは本当に、あのー、大丈夫ですから。<laughs> 大丈夫ですからって言うのはなんかあれですけど。<laughs> ね。まあ、じゃあまあそんなわけで、今日はちょっとテーマ、はい、鹿島さんということで、やっていこうというわけなんですけど、はい まあ、あの、か島さんって何よという方も、ね、もしかしたらね、うん、若い方とかいるかもしんないですよね。うん、なんかこう、僕とか、ね、あの、くだまさんの世代ってこう結構この、学校の階段ブームに乗っかった世代じゃないですか。はいはいはい、そうですね。なんか、そこら辺で絡まりで聞いてるっていう方も、まあ、ここ多分ね、あの、何すか、あれの、なんだっけ、YouTube でいうアナリティクス、アナ、アナリティクスでしたっけ、あの、なんか年齢層とか見れるじゃないですか。はい はい、ねうん、あれですね見ると20代30代40代くらいが一番多いんでまあ,あ<ー>世代的には、ええ、結構こう近いところの人も多いんですけどこの鹿島さんっていうのいわゆる都市伝説なんですけどあのかなり特殊な都市伝説なんですよね。なんかこう例えば あの、花子さんって、聞いたら皆さん頭にイメージするのは、あの、まあ、よくある、あの、赤い、なんつうんすか、釣りスカートってうんですかあの、こう、なんか、肩にかける赤い釣りスカートを履いてて、白いシャツを着てて、おかっぱ頭の女の子とかね。まあ、なんか、おかっぱ頭の女の子みたいなイメージになったんですけど、鹿島さんはですね、まず姿形がバラバラなんですよね。その、話によっては、ぐ、あの、軍人さんとか、手足がない女の人とかね。いろいろバラバラだったり、 あとは、鹿島さんの名前って鹿島玲レイコって言うんですけど、あの、いわゆる、こう、花子さんって女の子だったら、だから花子さん、みたいな、とか、あとは、なんすかね、学校の階段で言うと、赤マントとかね、その、名は太陽を表すとか、すごい、そんな、あパッとつけたような、まあ、かつ覚えやすい名前が多いんですけど、鹿島玲レイコって名前って、すごく、そういう年エ作すと、浮いてるんですよね。だから、 この、まるで本当に誰かみたいじゃないですか。その一般的な名前でもないし。うん。っていうところから、すごくこう、この都市伝説って何なんだろうっていうので、あのー、なっているにもかかわらず、全国的にその噂が広がっているっていう、すごく、いわゆる学校の外の都市伝説の中でも、すごい特殊な都市伝説だというのはね、はい、あのー、まあ、 あのそれこそ結構インターネットの古くから言われていてで今日どうやらですねその鹿島さんの謎発起人の方もですね今ご視聴されているということではいはい、はい、おそうなんですよ2000年鹿島さんアンケート発起人の青山葵さん青山葵さんはい,はい,はい、はい、お聞きいただいているようでですね楽しみしてましたというような DM 等々も届いておりますのでまあそんな感じでこうね現代の僕らの鹿島さん研究者と うね、そうですね。二体と初期からやってた方も聞いているということで、皆さんで、鹿島さんの、あの、話について広げていこうというわけでございます。はい。まあ、そんな感じのイントロダクションでございますけど、はい、でも、まあ、あとですね、あの、配信中もですね、僕のツイッターの DM の方で、あの、鹿島さん、 アンケートということで、えっと、うん、あなたがどこで鹿島さんの話を聞きましたかっていう。まあ、押し、あの、言える範囲で結構です。その、例えば何とか県っていうのが県入れていただければあれですけど、例えば関東地方とかでも構いませんし、と、あとは、えー、鹿島さんの姿形ですね。どんな用紙だったかと、あとは内容を簡単で結構です。書いていただければということで、えー、DM の方、現在も募集しておりますので、こちらの方、来たものを 配信内で、ぜひ、後半の方ですね、あの、お便りをご紹介したいと思いますので、あの、配信中もどうぞ皆さん、あ、そういえばなんて思い出したのあったかときは、ぜひ、あの、こちらの方に。ぜひ,ぜひ、えー。ぜひぜひぜひ。で、ここでね、話題をこうね、あ、そっちではそうなんだ、なんつって考察を広げていければな、なんて思っております。<laughs> と、いったところが、えー、え、イントロダクションでございますが、じゃあ、はい、まず、なぜ今日、下松さんを、と、やろうと、 いうことになったか、ね、ということですけど、うん、あの、これからですね、下松さんの方に、とある階段を語っていただこうというところから始めたいと思うんですけど、はい、まあ、あの、まあ、階段の内容をこれから出るんですけど、下松さん自身として、こう、はい、なんでしょう、まあ、おしゃれるこれからね、ネタバレにならない範囲であれなんですけど、はい、こう、ど、どうでしたかそれに最初触れた時の自分の感想。 そうですね。あのまあ実際今からお話しさせていただく会談自体は僕が高校生の頃にえ聞かしてもらった話なんですね。なのでもう20年ほど前の話になるんですけれども、その当時からまあ僕としては一つのまああの体験された会談っていう形でえっとずっと頭にはあったんですよ。うんうん、ただそれがまあねあの後々こう 絡まってくる鹿島さんっていうこの都市伝説と関係性があるっていうところは全く頭になかったものでそれが20年経った今のタイミングでこういろいろ紐解かれてきたと僕が考察まあ考察といいますかねその階段に対して持っていた認識っていうのが本当に180度ガラッと変わってしまったっていう話なので。 なんかね、なかなかちょっと本当に、うん、あの、興味深いと言いますか、ね、僕自身、あの、この話の全容っていうのがまだ見えてない部分ではありますね。うん、なるほど。じゃあちょっとそのあたりも含めてね、はい、リスナンさんも含めてちょっと考察等々をしていきたいですね、すね今日はせ、ね、ぜひぜひ、そうなんですよ。聞いていただいて、もう皆さんの考察をどんどん聞きたいなっていうのが。うんうんうん そもそも。はい。じゃあ、ではでは、早速。はい、早速、えー。えじゃあ、あれですか僕、どっち、はい、ミュートの方がいいですかそれともど、どっち、どっちもいいですかね まあ、あのー、どうしましょう。あのー、うん、なんとなくラフな感じで聞いていただいて、まあ、話の、話をさせてもらっているときに、じゃ一旦ミュートしていただいて、うんうん、えっと、まあ、こういった話があってっていうところあたりからちょっとお話できれば。了解いたしました。はい。では、ミュートすると。すいません。せんぜひともよろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。はい。えー、では、早速、ちょっと僕の方から階段を、 お話しさせていただきますね。お聞きください。えっとですね。まあ、あの、先ほども申し上げた通り、この会談を僕が聞かせてもらったのが20年ほど前。僕はまだ高校生だった時なんですけれども、まあ、僕がまあ関西に住んでまして、で、通っていた高校っていうのが、関西の神戸市にあったんですよね。で、その神戸市にある学校の周辺一帯で、ちょっとした噂っていうのがあったんですよ。 で、それがどんなものかっていうと、深夜その高校周辺を、えー、歩いてますと、前の方から軍服、ボロボロの黒い軍服のようなものを着た日本兵のような幽霊がこっちに歩いてくると。で、どん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 近づいてくるんですけど、すれ違う瞬間に初めて気づくっていうんですよ。これ、足音が全くしないっていうんですよ。 で、えっと思って振り返ると、もうそこには誰もいない。まあ、そういう噂だったんですよね。まあ、これってありきたりな、まあ、あの、深夜に出会う幽霊の階段といいますか、そういう話なんですけれども、で、まあ、こんな話を僕、高校2年生の時に、聞きまして、で、それを同じクラスメートの、あの、M 君とっていう友達にしたんですよね。まあ、というのも、この M 君の、 家っっていうののが高校のすぐ近所にあったと。だからこれ M 君だったらもしかしたらこの日本兵の幽霊の噂、聞いたことがあるんじゃないかな見たことがあるんじゃないかなって聞いてみたんですよね。でそうすると M ム君がねあ,のあかんあかんって俺この話したくないって言うんですよ。でいやんでよってなるじゃないですか。 で、僕もまあしつこく聞いてみたんですよね。そうすると、これまだ明るいから俺話すけどって言いながら、えー、話してくれたんですけど、この M 君自身がこの高校周辺を徘徊する日本兵の噂、会談を聞いたのが、初めて聞いたのが中学生の時だっていうんですよね。で、当時の中学校のクラスメートから聞かされたと。で、その日、 早速家に帰りまして、で、M 君んはお兄ちゃんがいたそうなんですけど、そのお兄さんに話したんですよね。っていうのも、この M 君のお兄さんが昔から、まあちょっとまあ、霊感があるっていう人だったんで、もしかしたらお兄ちゃんは見たことあるんかもと思ってお兄ちゃんに話した。で、お兄ちゃんも、ああ、それな、俺も話は聞いたことあると。まあ、いやでもそんな日本兵の霊とか、そういうのもこの辺で見たことないでって言うんですよね。 まあ残念ではあるんですけど、でもまあ自分の家の周りの話ですから、いやでもこの辺にそんな日本兵の幽霊がいるってちょっと怖いよなって2人で話してたそうなんです。で、その時、えー、自宅のリビングでお兄ちゃんと話してたそうなんですけど、この M 君の座ってる真後ろ、ちょうどベランダがあるんですよね。で、そのベランダにつながるガラス、そこが、ダン ダンダンダンって外から叩かれたって言うんですよ、ね。で、お兄ちゃんと二人で、えと思って見るんですけど、ガラス自体はカーテンで仕切られてて、外の様子はわからなかった。と。で、お兄さんに、お前ちょっと開けてみろって言われた。で、M 君もね、めちゃくちゃ怖いんですけど、そう言われてるもんで、そのままそーっとカーテンの方に近づいていって、カーテンの端をギュッて持つ。で、思いっきりシャッて開いたって言う そうすると、今度は後ろのお兄さん、それが、おおってこうやめて、バタバタバタって自分の部屋、2階にある自分の部屋まで逃げてったって言うんですよね。で、M 君ポカーンとして一人残されるわけなんですけど、ガラスの向こう、これ、誰もいなかったって言うんですよ。で、えー、っと思ってガラスにグーって顔近づけた瞬間なんですね。そのガラスが外側からバンバン ババンンと音だけなったっていうんですその振動でガラスも、えー、その向こうにある、えー、と網戸も揺れてるのが分かったっていうんですよねで怖くなって結局それも何も分からなくてお兄ちゃんを追いかけて2階まで上がったっていうでお兄ちゃんの部屋鍵閉めて入れなかったんですけどドア叩きながらねお兄ちゃん あれ何あれ何って聞くんですけど、お兄ちゃんは、いや、今言いたくない。それだけ言って、その日出てこなかったっていうんですよね。で、まあ、M 君次の日になって、まあ気になるもんで、もう一回お兄ちゃんに聞いてみたっていうんですよ。いや、昨日のさ、あれ何よって。そうすると、まあお兄ちゃんがね、教えてくれたそうなんですけど、この M 君がカーテンを シャって開いた瞬間なんですよ。ガラスの真っ暗な庭に、本当に目の前に、赤い服を着た女性が一人立ってたと。その女性が両手を掲げて、手のひらでガラスをダンダン、ダンダンダンって叩いてたっていうんですよね。それでも怖くなっちゃって、お兄さんは一人二階の部屋まで逃げ込んだと。 で、部屋に入って、今のなんだってで、パニックになってた。で、この2階のお兄ちゃんの部屋っていうのが、まあ、窓から覗くとちょうど1階の庭が見えるっていうんですよ。で、もう1回確かめてみようと思って、窓からそっと覗いたっていうんですよね。そうすると、やっぱり庭に女性が立ってるっていうんですよ。 この庭っていうのが本当に2メーターぐらいある高い石垣の塀で囲われてるんで、外からは絶対に入れないっていうんですよね。でも、なぜかそこに女性がいると。で、その女性、庭をぐる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 回ってたっていうんですよね。で、それを見て、あ、やっぱりいるって。じーっと見てたら、その女の人がパって顔を上げたっていうんですよね。で、完全にお兄ちゃんの目があったっていうんです。 で、その女性が口をパクパクしながらお兄さんに向かって何かを言ってるそうなんですよ。で、声は聞こえないんですけど、その口の動きで何を言ってるか分かったっていうんですよね。それが、私のこと私のこと私のことでしょそうはっきり言ってるのが分かったそうですよね。でも怖くなって、布団に入って朝まで。 そういう話だったんです。まあそんな話を僕、M 君から聞かされまして、M 君がね、いや、この話をしたら、あの女が、また俺のとこに来そうでめちゃくちゃ怖い。だからしたくないって言うんですこれまあもしかしたら、この M 君とお兄ちゃんが、えー、学校周辺、まあ家の近所に出る日本兵の幽霊の話をしてるのを、 自分のことだと、まあ、勘違いした全く別の関係のない何か。それが、まあ、私のことでしょ。まあ、そう言って、まあ、部屋の中に入ってこようとしてたんじゃないかって。まあ、怪談話とかをね、してますと良くないものが酔ってくる。そういうことをよく聞くんですけど、まあ、この時は全く別の何かの、まあ、呼び水のようなものになってしまったのかな。まあ、そう思うんですよね。 っていう、えー、階段を、えー、話しました。えー、これが呼び水という階段でございます。ありがとうございます。はい、これは、今多分、初めて、これ聞いて、鹿島さんの知ってて、これ聞いた人、今、多分、震えたと思うんですよ。 <え>そうですね。あのー、うん、本当に、この話自体は、先ほども僕が言ってた通り、うん、その高校生の時に聞かせてもらった、まあ、一つの会談ですよね。当時は本当に、なんていうのかな、鹿島さんとのつながりなんて全くわからない。もう本当に普通の会談、うん、まあ普通のと言いますかね。そういう会談だったんですけど。うんうん、これ 昨年ですよね、うんあの、9月ですかね、9月にあの、うん、とある、まあ、テレビ番組に呼んでいただいたときにお話をさせてもらったんですよ。で、えーと、その後なんですよね、この放送があってから2週間ぐらいしてからなんですけど、これが10月の頭ですかね、とある方から、えー、と僕、連絡をいただきまして、うん、でこれがまあ,あの、 吉田裕樹先生。<laughs> 先生で笑っちゃった。はい。<laughs> <laughs> <laughs> まあ、あの、僕はもう先生言うてますけど、<laughs> あの、いや <laughs> 吉田さんから、えー、ツイッターですかね。連絡をもらったんですよ。うん、会長から。うん、はい。で、えっ、ー、と、まあ、テレビ拝見しましたと。うん、で、この話なんですけれども、うん、これって、あの、 現代版の鹿島さんの話ではないですかっておっしゃった。その時に僕、全く鹿島さんとこの話が繋がると全く思ってなくて、うん、何を言ってるんだろうと。鹿島さんの話ではないしなぁと思いながら、うん、えっと、鹿島さんは知ってますかって言われて、鹿島さんはもちろん知ってますよと。うん、えっとあ、あの、ね、知 腕がない女性がこう来て、うんえー、呪文を唱えてみたいなそういう都市伝説とは僕は認識してたんですけど、うん、でその時に、えー、吉田さんの方からいろいろこう話を聞か,聞かせてもらいましてこの呼び水っていう階段に出てくる、うん、と日本兵の幽霊と、うんえー、M 君と M 君のお兄さんの目の前に実際に現れた女性の幽霊、うんうん、これが えー、同一の人物、同一の鹿島さんだという存在として仮定するならば、うんうん、全く違う解釈ができるんじゃないかと。要は、過去の、まあ,あの、鹿島さんってね、その時代によって形、姿、形を変えてきた、まあ、特殊な都市伝説の存在だと思うんですけど、うん 過去の日本兵の姿をした、自分を見かけた、うん、その噂をしてた二人のもとに、現代の女性の鹿島玲子として現れたと。うん、で、やっぱりその日本兵の話は私のことなんだよと、うん、自己主張をしてくるっていう話になるんじゃないかっていう、うん、そういう解釈をされてたんですよね。で、あ、なるほど、そういうことかと。 僕が全く違う存在が、えー、来たと、うん、ね、解釈してたのが、もう180度変わってしまったって、うん、そういう話だ。そうね。いや、震えますよ、これ、本当に。これちょっと特殊なパターンなのかなって思って特殊です。特殊です。ちゃいまして。すごい特殊です、これ。 あんまりね、聞いたことがないパターンというか、うん、その本当に実は怪談と、うん、えー、都市伝説が、本当に、うん、あの、長い、こう、歴史の中で一瞬交わった瞬間の話といいますか。うん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 。ちょっと面白いなと思いましたね,面白いですね。そう、今コメントもね、いっぱい来てますけど、えっ、ー、と、うん、そう、聞いたことないとかっていうのもありましたけど。そ、うん、うですか。 そうそうそう。要素 A、軍人であり、要素 B、女、そう、あの、ね、ちょっと、あと、この話ですげえ面白いなと思うのが、あの、はい、えっと、これ、話したあの、普通、鹿島さんって、基本的に、はい、あ、もう、もう、僕の配信でもう、あの、くだまさ僕これなんですけど、自己責任系だっていうのを後で言うっていうのを、はい、あの、いつもやってるんですよ。 はい,はいはいはい。なので、もう今言いますけど、まあ、鹿島さんって今お分かりの通り自己責任系書いたんですけど、後出しの方が面白いじゃないですか。はい、最初に言わないんですよ。あの。丸 <laughs> <laughs> いな <laughs> <laughs> あ。もう今皆さんお気づきの通り、あのもうみんな、今呪いにかかったんで、もうみんな、いいね,ね、もう今もう,もうどうでもよくなってるでしょ。もういつものだから。うんうん、で、うん、あの、面白いのが、鹿島さんの都心説って基本的に、 はい、えっと、聞いた人の元に来る、なんですけど、これって逆ですよね。語った方にそう。そうですね。確かにそうなんですよ。うんうん、ここがすげえ特殊ですよね。確かにそうですね。逆なんですよ、これ。だから M 君も言いたくないって言うんですよね。うん、うん しょ、お兄ちゃんも今言いたくない。で、お兄ちゃんが、ああ、聞いたことある、これこれこんな話でって語ったら、お兄ちゃんは見えてるけど、自分は見えないっていう。うん。うん。これ、すげえ特殊な階段ですよね。そう、逆なんですよ、これ。なんですね。そう、逆になってるんですよね。うん、うん。そう。で、まあ、この、まあ、カ島さんである、であろう、この呼び水っていうお話、うん うんうん、をしましまてで、うん、あの今年の1月ですねうん、うん、本当に入ってからなんですけれども実際にあの吉田さんと,、うん、えと神戸に実施調査に行ったんですよ高校、うん、周辺含めてで何か分かるかっていうのもあって雑誌の取材っていうのもあって吉田さん来られましてで、えー、と田中俊之さん会談師の田中俊之さん はい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 。もう、ええー、まあ本当にこの長、あの、神戸の長田周辺の高校なんですけど、本当にすぐ近くの高校でして、<ー>で、田中さんもこの話に近いもの、うん、鹿島さんに近い話を聞いたことがあるお。ほう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 。その話っていうのが、うん、えっと、確かですね、えー、丹波笹山の方になるんですけれども、ちょっと離れるんですけれども、うううんうん、うん えっと、ある心霊トンネルがあって、はいはい、そのトンネルに2体の幽霊が出ると。うんうん、で、その2体の幽霊っていうのが、トンネルの入る入り口によって、えー、姿が違うっていうんですよね。面白い。はい、片方の入り口から入ると、うんうん、アコーディオンを持った軍人の姿で出ると。 はあ、これおそらくなんですけれども、うん、これ鹿島さんの勝利軍人の姿です,うんうんですよねですよね兵、うんうん、士タイプの鹿島さんもう一つの入り口から入ると、うん、じゃあ何が出てくるかこれが赤い靴を履いた女性なんですって、はあ、これっておそらく、うんまあ、鹿島礼子と呼ばれる、まあ、女性の姿女性タイプの鹿島さんになるのか で、面白いのが、うん、この二人の例。絶対にバッティングしないそうなんですよ。はあはあ、その、ええー、まあ階段を田中さんはご存知で、まあ、うん、そこも合わせてちょっと調査しようと。面白い。その、兵庫から、えー、丹波篠山の方まで、うんえー、行きまして、うん、調査に行ったんですけれども、うん あの、これもね、ちょっと調査していろいろあったんですよ。うん、あの、本当にいろいろ回りまして、うん、実際、えっ、ー、と、高校周辺を取材したんですけれども、まあ、えっ、ー、とね、M くん、うん、まあ、名字は伏せてるこの M くんなんですけれども、うんうん、20、二十年前の話ですよね、高校生の時なんで。近くのあの、図書館に行って、うんえー、20年前の、 その地区の住所をしらみつぶしに探したんですよ。うんうん。M 君の家はどこだっていう話。<laughs> うん、で、地図を広げて、本当に3人で2時間ぐらいかけてずーっと見てたんですけど、うん、<laughs> すごいすごい。うん、ないんですよね。はあ、住んでたはずのこの M 君の家が存在しなくって、え,えっていう話になって、これ、 正直、あのー、まあ、吉田先生も、うん、吉田、また先生言うだろうか。<laughs> 吉田さんも、<laughs> 吉田大先生の中さんも、うん、そう、調べてくれたんですけど、全然見つからなくて、うん、で、いや、本当に M 君周辺に住んでたんですかって言われて、うん、で、あ間違いなく住んでましたと。うん、家まではわからないけど、この辺に住んでるっていうのは、えー、僕は聞いてますっていうので、ずっと調べて、うん、ないな、ないなって言いながら、2時間かけて探して、もう正直諦め、 ガチだったんですよね。うん、もう本当にもうこれちょっと見つからへんなってもう帰ろうかという話になったタイミングで僕がペラって地図を1枚めくったんですよ。うん、そしたらあれ地図って地続きになってるんですよね。次のページに行くとその隣の地区がはいはいはい。ペラってめくった瞬間の端っこにその M 君の名字を発見したんですよ。うん、であったーっていう話になって、うん で、もそのまま、あの、住所、ガーってメモを書いて、うん、で、も三3人で、もう図書館飛び出してですね。うん、で、も夕方、もうだ大間が時ですよね。うん、あの、日がもう沈んできて、うもう日が沈んだら、もう調査は終了って決めてたもんで、うん、で、も吉田先生、めちゃくちゃ足早いんですよ、そういう時。<laughs> めちゃくちゃ早足なんですよ。い <laughs> 足<して> <laughs> で。で、僕ももう必死でついていくじゃないですか。うん でも、後ろ見たらもう田中さんがもうめちゃくちゃ足遅いんですよ。<laughs> めっちゃくちゃ、もう早く、早く田中さん早くって言いながら <laughs>、えー、3人で走っていきまして。で、実際にこの、M 君と同じ苗字の家を1軒だけ発見したんですよね。うん、その住宅街の中で。で、見ると、廃屋なんですよ。おそ<ー>らく誰も住んでない一軒家を発見したんですよ。 で、裏に回ってみると、うん、これまた不思議なんですけど、うん、あの、ほぼ坂道でできてるような地,地区なんですよね、そこって。で、石垣なんですよ。3メーターぐらいの。うん、完全に、呼び水で僕が聞いたエム君の自宅のレイアウトと全く一緒なんですよ。熱い。完全に外から入れなくなってて、うん、で、絶対にここやと、うんでも。もう日が暮れてきてて、で、 入り口に回って、その、インターホンらしきものがあったんですけど、こう、押してもならないんですよね。ああ。押すコスコスコスコってなって、もうあの、吉田先生もなってないですよって言いながらも、吉田先生ずっと押してるんですけど。そういうとこもあるからな。諦めれなかったんでしょうこう、ずっと押してて、もうあの、ならない、ならないとか思いながら見てって、で、結局その、M 君の自宅、誰も住んでなかったんですよね。で、 隣の家があったんですよ、その時にパッて見ると。うんうん、本当にすぐ近くに家があって、そこ電気がついてたんで、うんうん、吉田先生がおもむろにそっちに行って、うん、インターホン鳴らしたんですよ、ブーって。うんうん、そしたら、はい、女性が出たんですよね。うん、で、吉田さんが、うん、あの、すいません、隣の〇〇さんなんですけれども、うん、あの、20年ほど前に、 えっと、兄弟の、男の子の兄弟が子供さんでいらっしゃった、うん、その家族、住んでら,、うん、らっしゃいませんでしたかって聞いたんですよね。そしたら、その、出た女性が、うん、いや、<え>隣のまるまるさん、30年前から男性の一人暮らしですよって、ずっと切られた。<はぁ> <laughs> そこで、三人顔を見合わせて、調査終了したんですよね。うーわ怖っ結局何もわからなかったんです。M 君の家じゃなかったんですよね。えー、全く関係のない人が住んでたっていう、 落ちになるのか、結末と言いますか。だから、M ム君自体が、どこに住んでたか、うん、誰なのかももうわからないんですよ。こっちょっとね、あの、本当にゾワッとした瞬間でしたね、あれは。やばいやばいやばい。 熱すぎるやばいちょっとでも本当にあの映画化したいなって思いました帰りながら。<laughs> やばっそう本当にだからあのたまたま見つけられなかった可能性っていうのはもちろんあるんですけれどもまあその帰りにねあの吉田さんがおっしゃってたのが、はい、これこそがその鹿島さんなんだよと。 つか、正体がつかめそうで最後までつかませないのが鹿島さんなんだよって言いながらめちゃくちゃ嬉しそうにされてました。さすが吉田祐希だな。な本当にロロマンがあったんすよね。う,うわぁ、すげえ面白い。 結構、何だろう、実施調査って、あそこまでしっかりした実施調査は僕も初めてしたんですけれども、本当に、なんていうんですか、吉田先生が、うん、え吉田さんがこう案内と言いますか、次どこどこにっていうのあの指示しながら、僕が車を運転してみたいな形で行きまして。 まあ僕の運転が下手くそやって吉田先生ずーっと横で、ブツブツ <laughs> うるせえなぁと思いながら僕も運転して、<laughs> 乗せてもらいながらね。<laughs> 右、右走ったらいい、右走った方がいいよ。下松君左走るけど、右、右の方がいいよ。めちゃくちゃ詰められたんです本 <laughs> <laughs> ほんとそういうとこ。本当そういうとこある。 まあでも本当に楽しかったですけどね。そういうなんかね、あの実施調査もありまして、うん。いや、めちゃくちゃ面白い。もうコメントもめちゃめちゃ加速してますけど。いや、本当とに。これ何ですかねこれね、本当にあの、うん、僕もあの、方、最初は本当に階段として語ってて、うん、それが都市伝説。 に変わって、最終的にこう、ルポルタージュ階段に戻っていくような,な。そんなね、なんかのこう変化していってるんですよね。僕の中でいや、これやばいっすよ。めちゃくちゃ上がる。はあ、ね、おお、知る。なんかもう、それこそ本当に鹿島さんに飲まれてしまったかのようじゃないですか。まるでいそうなんですよね、うん、これ本当に。 今ねあの園長さんおっしゃいましたけど飲まれたというか、うん、もう動かされてる操作されてるような気持ちになってくるんですよね、うん、どん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 うわーすげえこれあと、ね、この話ですごく思うのって、まあ、この後ちょっとね、はい、鹿島さん僕解説させていただこうかなと思うんですけど、はい、そこでもこう思うんですけどあのなんかまるで僕もう一つこのもう この話を聞いて思うとこで、はい、私のこと、私のことでしょってこう来るじゃないですか。はい。これまるで、なんかこうよく言うじゃないですか。噂とか怪談って語ってもらうことで、はい、その存在を誇示するというか、存在をキープすることができるっていう。うねはい、なんかまるで、もう今、鹿島さんって若い人逆に知らないじゃないですか。そうですよね。ええええ。それが、 まるで今語ってくれたでしょっていうことを言いたくて存在をきっ抗い続けるためにみたいなそうですよねなんかそれに感じてすごい怖いんですよねこれあの、まあ、実際なんですけど、うん、このお話をうん、うん、えっとまあ昨年9月に放送に載せて僕が喋るっていうのもうん、うん 本当に僕、直前まで全く別の話をしようとしていて、なんとなくこの話をしたんですよね。尺的にもそうだったし。で、そこからいろんなこう人のつながりがあって、うん、こうどん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 、あの、侵食されていったというか、なんかね、語らせてるような気がしてしょうがないんですよね。 いやー、うん、でもそれ、まさにそこも含めて呼び水ですよ、本当に。それは。ね<ー>、うん、そうですよね。これもちょっと不思議だなと思っていて。面白いなーいやー、コメントもね、今回聞かなくて知らずにいられたのにって言ってるんですけど、はい、も、残念でしたの一言しかないです、ね。いや、そうですよ。<laughs> <laughs> これ、あの、うん、園長さんにもお聞きしたかったことが <で>はいはい。あの、うん、鹿島さんの話って、うん、まあ今までね、その1960年、70年代からずっとこう、続いてきてるわけじゃないですか、えーで。いろんなこう派生も発生していて、うん、鹿島さん自体の話ももう100、200と増えてる、き、うん、た中でですね。うんうん、何か体験されたとかってありますか鹿島さんはに関しては、 体験っていうのは僕は聞いたことないです。直接ですよね。<う>噂ですね。ですよね。えー、これなんか今、えっ、ー、と、うん、まあ吉田会長が結構いろんなところで話をされてるみたいで、まあこの呼び水に関しても、うんうん、えっと、まあ簡単に概要だけこう話されてるみたいなんですよ。で、まあ僕自身もどんどん話した、話してくださいねっていう話をしてて、お互いまあ、えっ、ー、と、まあいろんなところで話してるんですけど、うんうん、この、 吉田先生が話して、実際に、ちょっと鹿島さんに地味た現象があったとか、そういう報告を結構今来てるらしいんですよね。へえ、ー、そうなんですかそうですよ。なんかね、あの、なんていうんですか、もう地中でこう、うごめいてるような。うわ、面白感じがあるんですけど、これね、でも僕、今日ね、本当に悩んでるんですけど、いいのかな、うん あの、ね、いいこれ本当に信じてもらえないと思うんですよ。でも、あの、<に>今まで言ったことがないんですよ。一回だけ言ったことあるんですけど。うんうん、あのね、僕、体験しちゃってんのかわかんないんですけど、うん、あの、ま、あの、本当に聞き流してください。本当に話半分で聞いてほしいんですけど、うん、僕ちょっとね、あの、怖い夢見たことがあって、うん、夢なんでね、あの、本当に、あの、 ね、思い込みでしょって思われることも多いですし、うん、まあ階段やってる以上あんまり夢の話しないんですけど、うん、これ調べ始めて、えー、っとね、2ヶ月くらい前かな、家で一人寝てたんですよ。うん、で、家族誰もいなくて、うん、お昼間ですよね、家で一人で寝てて、めちゃくちゃ怖い悪夢を見たんですよ、その時に。うん、で、それって、あの、僕がなんかね、 強盗犯から追いかけるられる夢だったんですよね。うん,うんうん。わーって捕まったら殺されるぞみたいな感じで、ずっと追いかけられてて、僕、あるマンションにこう逃げ込んだんですよ。うん。で、マンションにばーって逃げ込んで、何丸何号室だったか忘れたんですけど、うんうん、一部屋空いてるっていうのは、えー、っと、頭の中で僕は知ってたんですよ。うん。だからその部屋目がけてばーって走って、ドアガチャンって開けて入った逃げ込んだんですよね。うん。 鍵ガチャッて閉めてで廊下ダダダダって入っていってで、うん、よしこれで強盗犯から逃げ切れたと思ってリビングパッて見たら女性が一人背中向けて座ってたんですよそのリビングに。うん、でえっ、ー、と僕まあ人の家 だから、うんうん、あの、あ、すいません、ちょっと今、強盗犯から追いかけられてて、僕そこで説明したんですよ。<laughs> <laughs> 夢の中で <laughs>。で、すいません、ちょっとお邪魔しますって言って、僕ちょっと奥のあの、わスに逃げ込むんで、うあ、ん、ガーって行きよ、行こうとしたら、その女の人がガタンって立ち上がったんですよね。で、あの、いいのよって言ったんですよ、僕に。うん、後ろ向いたままでね。うんうんで いいのよって僕言われた瞬間に、あ、ダメだと思ったんですよ、夢の中で。はあ、ほんまにやばいのは、強盗じゃないと。はあ、この女の方がやばいって夢の中でな、なぜか思ったんですよ。はあ、そしたらその女の人が、もうそのまま固まっちゃってたら、わかるでしょって言ったんですよ、僕に。わかるでしょわかるでしょ わかるでしょって僕に後ろを向きながら言うんですよね。で、もうその時点で僕はもう夢って気づいたんですよ。気づいてて、あ、やばい、これはやばい、夢やと。起きなきゃ、起きなきゃ、起きなきゃって思って、必死でこう念じるわけですよ。ぐーって念じて、起きなか、起きなかって言われてる中でも、わかるでしょって言われ続けて、バッて目が覚めたんですよね。目が覚めた瞬間なんですよ。これ僕、なぜ今でもわかんないです。 なぜあんなことを叫んだのかわかんないんですけど、夢から目覚めた瞬間に、鹿島さん、鹿島さん、鹿島さんって僕3回叫んでたんですよ。<laughs> 汗びっしょりで起きて、なんて僕が今、鹿島さんって叫んだのかもわかんないですよ。もうその自分の声にめちゃくちゃ怖くなって、 僕、そのまんま寝巻きのまま家飛び出してコンビニまで走って <laughs>、で、コンビニでちょっともう、あの、鳥肌収まるまで、あの、しばらくジャンプ読んでたっていう話。おやべえ、やばすぎる。でもこれね、あの、夢だからやって、ねえ、あの、あんまり本当に話したことがないんです。今日初めて話すんですけど、うん これね、やっぱり僕がなんかそのカシマさんを調べて、いろいろこう見てる中で、ね、なんかその潜在意識の中でこう、怖かったのかなって思ったんですけど、なんかね、やっぱりその、カシマさん、呼び水の話をして吉田さんと知り合ってからいろいろこう、カシマさんの文献とか調べるじゃないですか。はいはいはい。100、200ってカシマさんのエピソード読むんですよ、僕も。<laughs> もしかすると、 その中に一つや二つ本物混ざってんじゃないかなと。うんうん、僕それ読んじゃったんじゃないかなってちょっと思っちゃったんですよね。ああ、やべえ。っていうちょっと怖い体験をしたことがあって。やばいやばそれからちょっとね、僕も怖くて、あの、あんまり調べれないようにしてましたね。うん、ああ、やべえ。ああ、やばい。<笑><笑> <laughs> もう大興奮ですよ、もう。っ気持ち悪いっすよね、でもこれ。うわぁ、やばいっすね。本当に嫌だったんですよね。これ、本当に嫌でしたね。うもうだって、やりとりがもういいのよ、わかるでしょって。もうもうもうそういうことですよね、起きてかしさんって。これね、あの、あー どんな女性ですかえっとね、本当にあの、なんだろう。うんあの、普遍的な女性というか、本当に普通の女性なんですよ。後ろ姿しか見れてないんですけどね。はあはあ、夢の中では。うん、ただやっぱり、こういう話を、まあ、僕がする、まあ、リスナーの方たちが、こんな夢を見ましたって言ったら、うん、僕もすっごいあの、ものすごい夢ですねと思うんですけど、うん、これ僕がするのってなんか気が引けちゃって。えーなんでですか <laughs> なんかね、その、お前呼び水喋ってるのになんかそんな後付けすんなよみたいな思われるのも嫌だなーって思って。めそれがね、あんまりずっとね、あの、言えなかったんですけど、園長さんならちょっとこの話聞いてもらえるかなと思って、今日。いや、やいて話しましたね。ぶち上がりましたよ。やばいやばいやばい。完全に飲まれてますもん。 俺でも本当に階段に多分飲まれてるんですよね。やーべえで、しかもこれ、あれですよね。まさに語った後に来てますからね。それもついてるい、ね、そうそうんですよね。これだから、語りがトリガーになってるんじゃないかなと思うんですよ、最おもしれすげえ和社日本に移ったんだ。おもしれなんなんだろう、この変遷。 これね、だから、鹿島さんってどんどん姿形を変えてきた中で、うん、トリガーすらも変えてきてるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよね。す,すごい勇気的な階段ですよね、なんか。うーん、そうなんですよね。面白い。これでも本当にあの、今ね、誰か映像化してってこうコメントでいただいたんですけど、うんうん、多分映像化したら、多分映画化したら僕は多分もう死んでるっすよ、ね <laughs> 間違いないそうですね。うん、死んでるっす。これ死んで、しかも、あーって暗転した後に、こう、はい、葬式帰りの人との写真が映るパターンですよね。みたいになってみたいなブルーバックの僕の写真が映って、あいつ死んだなみたいな感じにね。そうそうそう、なるパターンのやつですよね。ああ、語らせたいな、死なないのでは、ああ、者として、<laughs> ああ、 話者として、ああ、このパターンもありますよね、実いんで、和者として生かしてるっていう、選んだっていう、下松さんを話者としてっていう,、うん、あそう。そうなのかな、これね、ちょっと本当に、まあ、いろんな意味でちょっと僕の中で、うん、あの思い入れのある話といいますか、うん、そんな形になってきちゃってますね。本当に、和者として選ばれてしまったのかもしれないですね、語り部として、話に。ね そうですね。そ,れそう、むしろ語るのやめたら死ぬんじゃ説とかね。まあ、あ、なるほど。いや、もう、あ一生付き合わなあかんやつ。<laughs> すごいめんどくさい。そですよ、その通風とか、めっちゃめんどくさいメンヘラ彼女みたいな。<laughs> やだな <laughs> コメントで、もうやめませんかって、これあれ。残影のあれでしょ、これ。さすがオタクたちありましたけどね。<laughs> <laughs> そう、もうやめませんか。 まあでもあのー、今年が50周年でしたっけね。ああ<ー>、<か>そうっすね。鹿島,ね鹿島さん元年からの50周年そうなんですよ。えー、だから、なんかそのタイミングで、ちょっと本当に突然変異的な話が出てきたっていうのも、ちょっと感慨深いなと思って。うんうん、面白い。 じゃあ、ちょっとそれをついでですね、じゃあちょっと、カシマさんの方でちょっと、はい、あの、僕ちょっと調べた資料等がありますので、ぜひぜひお願いします。ちょっと展開していこうと思います。で、えっと、これ動画にもなってるので、ちょっと、ちょっとさらっと、あの、短縮バージョンということで、カシマさんを解説していこうと思うんですけど、えっと、カシマさんって、まあさっきからこうお話にも何度も僕ら繰り返してるんですが、えっと、姿形が名前が共通しているのにバラバラだっていうものが、 ありましてで、えっと、この戦争型っていわゆる軍人のタイプ、軍人、日本兵の姿をしてるとか、勝利軍人の姿をしてるとかね。で、手足欠損型っていうのが、えっと、右足がない、片足がないとかっていう女性の姿をしていて、るっていうパターンがすごく多いんですけど、そういったもののパターン。で、火け型っていうのも、これ数は少ないですけど、あります。えっと、体に火けを負っているっていうタイプの鹿島さん。で えっとー、これをルーツを探っていくと、何か似たものがないかなっていうのであると、まず、鹿島さんっていうので、日本国民にですね、えー、都市伝説を除いて、鹿島さんって何のことだと思いますか何のことですかって聞くと,、えー、と、鹿島神宮って皆さんね、言うんですよ。鹿島神宮ってあの、えっ、ー、とー、本宮とか本社っていう呼び方でいいのかなえっ、ー、とがあの、鹿島アントラーズのサッカーのね、あの本拠地にある、 で、で、鹿島さんって、あの、えっと、えっと、竹見一の神っていう神様で、はい、えっと、いわゆる軍神なんですよね。軍神。で、あの、すごくこう、まあ強い神様で、で、日本神話でどんな活躍をするかっていうと、えっと、国譲りっていう神話があるんですけど、まああの、えっと、端的に言うと日本のこの支配者が変わることを神話になってるものの話なんですけど、そこに登場する神様で、 えっと、竹田っていう神様と竹三日月っていう神様が力比べをするんですよ。その戦争の中で。で、竹田もすごく強い神様なんですけど、竹三日月はもっとめちゃめちゃ強いので、えっと、両手を足のごとく引きちぎるんです。力比べをして竹三中田の。で、竹田は、あのー、えっと、長野の諏訪の方に落ち延びていってっていうような伝説が出てくるんです。で、 えっと、ここの出生伝説って上にあるんですけど、これ1940年代に、あの、えっと、戦時流言っていうことで、まあ、流言秘語って、あの、いう民族とか社会学で言うんですけど、いわゆる噂話のことなんですよね。に、戦時中に流れたあ噂話っていうのがあって、 で、で、そこの中に出生伝説と呼ばれるものがあって、あの、多分階段オタクの方、皆さん聞いたことある人も多いと思うんですけど、戦争中に日本の神様も、あ、第二次大戦中に日本の神様も戦争に参加してたとか、あとなんか、四国のタヌキが、なんか、兵士の格好をして参戦していたみたいな話ね、ね、なんか、聞くじゃないですか。あの、で、それのうちの一つにあって、えっと、傷ついた軍人が、 あ自動車屋に来て、まあ、現在でいうタクシーみたいなものですね。に来て、えー、金がいくらでもかかってもいいから、鹿島神宮に送ってくれって言うんです。で、鹿島神宮に着いたところ、えー、その軍人がいなくなっていて、えー、境内に血の塊が落ちていたっていうような噂があったと。だから、えー、軍神である鹿島、 さん、鹿島様も、えー、戦争に行っててもこんな傷ついて帰ってくるんだから相当日本の今の選挙区は怪しいらしいぞと、やばいらしいぞっていうような噂を当時憲兵隊が、えー、と小料理屋だかなんかの店主から聞くんですよね。で、はい、あの、これなんで憲兵隊がこんな噂を聞いたかっていうと、あの、まあ、当時、まあ、だいぶ選挙区は怪しくなってきていて、で、戦意高揚するためのこのプロパガンダとしてこういった ちょっと日本怪しいぞっていうのは、まあ、取り締まる必要があったんですよね。だから、そこのほうこれ報告書に載ってるんですけど、当時の、あの、憲兵隊の報告書に載ってる記述なんですけど、えっと、内容悪質につき、えっと、出所究明中、他言無用禁ずる、他言無用命じる、みたいなことが、その結果に書いてあって。だからこう、これは広げられるとまずいので、黙ってなさいよとこの噂は。で、っていうのがあって、 で、まあ、傷ついた軍人の姿と、鹿島っていうワードで、えっと、結構これ長らく鹿島さんの出生伝説っていうのが、この鹿島のルーツじゃないか、なんていう話があって、これが1940年代の話です。で、時代が飛びまして、1972年以前の記録が見つからないってあるんですけど、1972年に平凡パンチに鹿島さんの噂の記事が載ってるんですよ。で、 あの、そこの手足を引きちぎるだなんだとかっていう、こういう話があるらしいぞ、みたいな記述があるんですけど、不思議なのが、1972年以前の記録が一切見つからないんです。うん。って、すごく不思議なんですよね。1940年代にルーツがあるはずな、あると思われていたはずなのに、1972年以前の記録が見つからないってことで、ここに30年間の空白があるわけです。うん。 で、これが、えっと、いわゆる鹿島さん研究で言われるミッシングリンクって言われるものなんですね。はい、この間を埋めるものがなければ、急に出てくるはずが、まあ、出るのはすごくおかしいというので、言われていて。うん、で、この1972年っていうのが、いわゆる鹿島さん元年っていうふうに、うん、あの、鹿島さん研究者の間で言われていて、今年で50年と、50周年ということなんですね。はい、で、 えっと、じゃあ1972年にどんなことがあったのっていろいろ調べていくと、うと、なかなか面白いのがあって、列車事故の伝説っていうので、えっと、さっき最初の方にコメントでちょこっとあったんですけど、あの、北海道のでね、はいはい、あの、好きには有名な、あなんか列車に引かれた女の人がいて、で、うん、列車に引かれて血液が圧迫すると同時に、北海道寒いから血液が あの凍りついちゃって、で、生きたままいてで、その時の恨みで鹿島さんになったんだみたいな、その女性の名前、鹿島玲子って言うんだみたいな、とかそうそう、てけてけのルーツとかね、うんうん、でこれの派生で、その女の人の名前が鹿島玲子だって言うから、鹿島さんのルーツだなんて言われてる話があるんですけど、うんうん、と、あと、ここの案にあるあの、モデルになる話の一つの一つに、1970年、何があったかっていうとあの、千日前ビル火災があったんですよね。ははい、はい で、すごい有名ですよ。多分、下松さんとかは、すごくね、関西の方、お住まいだとですね。そうですね。ね今のね、ナンバの、えー、ビッグカメラの位置ですよね。ええー、そうです、そうです。うん、で、会った後に、あそこで、火傷してる女の霊が出るっていう。<え>そうそう、今でもあそこやばいとかっていう噂、今でも階段語られてますよね。うん、あって。そうですね、あそこは多いですよねあ。やっぱ向こうだとそういう感じのもう、 とこなんです、ね、めちゃくちゃ多いですね、うん、まあもともと千日前のあのあたりっていうのが、うん、確かに処刑場かの墓地か何かのそういう地区だったっていうところから、うんうん、かなり話が遡って、階段が発生するようなスポットになってるっていうのは、よく聞きますねああ本当だ、コメントもともとは千日墓地とか。 まあ、こんなふうにですね。あと、じゃあ戦争型で何かルーツが1970年あるんじゃないかと調べると、えっと、恥ずかしながら帰ってきましたの、横井さんが帰ってきたのも1972年の出来事なんですよ、実は。これが面白いんですよね。ねこの園長さんのこの考察の、<laughs> ここも肝やと思ってます。千日前と横井さんのこのつながりから、えー、タイプが分かれたっていう、この説明。そうですよ。 で、これがさらに、このありますけど、これ、まあ結論としてっていうところのわかりやすく例でなるんですけど、はい、えっと、うん、列車事故の伝説って実は調べると噂じゃなくて本当に張って、ただところが起きたのが、うん、えっと、確か東京の赤羽なんですよね。はい,はいはいはい。全然北海道じゃないんですよ、実は。なるほど。えー、で、あの、プラスこの1972年兵士の帰還っていうのが横井さんが帰還して、うん みんなが戦争っていうのを強く思い出すんですよね。あ、そうだ、この国は戦争してたんだっていうのを、こう、30年くらい経って思い出すわけですよ。で、さらに、えっと、この年に北海道の鹿島町っていう町で、鹿島神宮を移転してるんですよ。ああ、なるほど。ええ、ね。で、しかも北海道なんですよね。場所が。 と、鹿島神宮。で、神社の移転って、すごい階段ができる土壌が形成されるんですよ。あの、えっ<ー>と、ええー、穴森稲荷なんてのもっいあそこも有名ですよね、会社というように、1972年って同時多発的に、えっと、いろんなところで、それぞれのワードが、えー、飛び交ってくるんですよね。で、これが、 カシマさんっていうもののイメージと統合されて、それぞれがバラバラな話だったのに、すべてがカシマさんとして一つに語られるようになったのではないかと。なので、僕が考えてるのは、ミッシングリンクは存在しないっていう、はい、それぞれが個別の伝説なんであって、えー、1972年にガチンっていうふうに、うん、えっと、構築されたっていう話が、うんうん、という説をまあ、立ててました。なるほど。<で>うん ここから、そうですよね。その前回の鹿島さん考察で、えーえー、社会構築学。そうです社会。まで話が。及んでくると。えーうえー、いうもの、うん、で、理論で殴れっつって、あの、最高ですね。<laughs> <laughs> で、まあ、あのー、まあ、ちょっとさらっといきますね。これ、これ、話すっとや,ややこしいんで。えっと、これ、一番、社会構築主義っていう考え方があって、はい、まあ、さーっとやりますけど、えっと、あっと、人々の、 えー、社会とか認識とかっていうもの、人々の思ってるものっていうのは、えー、構築されたかのように見えるものだっていうもので、うん、あの、すっげえここだけ聞くとめっちゃ意味わかんないですけど、はい、この、このグラフを、えっと、児童虐待の相談件数の推移っていうことで、実際のデータもまあこんな感じになってるんですよね。はい、で、児童、うん、虐待って現代の社会問題だよねっていうと、まあ世の中の人ほとんどそうだよねっていうと思います。 で、事実として、現代に行けば行くほどデータ、こういう件数上がってるじゃんと言うんですが、気にしてほしいのは、ここの青い矢印のところ、スパーンって上がってますよね。で、これ何があったかっていうと、はいえー、自動虐待に関する法律の制定されたところなんですよ。うん。だから、メディアでいっぱいやるんです。こういうのは自動虐待になります。子供を大声で怒鳴るのは虐待になります。叩くのは虐待になります。皆さん、こういうことがあったら通報しましょうみたいなのをいっぱいやるわけです。となると、 みんなが、あ、これって児童虐待だよねっていうふうに、はいはい、頭の中に枠組みができるんですよね。要は、定義ができるんですよ。こっちの枠組みとかって言うんですけど。このタイミングで、児、え、童、ー、虐待防止法が制定された、ね。そう,そうです、そうです。なるほど。うん、なので、えっ、ー、と、みんなが児童虐待はこういうものだっていうふうに認識できるようになったっていうことなんですよね。なので、 本当はこうじゃなくて、おそらく横ばいなんですよね。認識できるようになったから増えたのであって、本当は多分あんまり変わってないんです、昔から。うん、できるようになったから増えたかのように見える。なので、ここが重要で、かのように見えるっていうところが重要で。で、鹿島さんに戻ると、そもそもあった伝説はバラバラなんだけど、え1972年同時多発的にこのことが起こって、鹿島さんっていうワードが 入ったことで、ええー、もともとあった鹿島という伝説かのように見えているっていう。はいはいはい。なので、ここで同時多発的に鹿島さんというものが統合されたのであって、それぞれはもともとはバラバラの話なんだよっていうような、うん、あの、考え方で。うんうん、で、ちょっと次の話、ちょっとこれ今回、ぜひすごく使えるなと。 思ったもので、はい、あの、な、かしさん考察のとこでもちょこっと,ちょっと喋ってるんですけど、えっと、はい、ごめんなさい、これね、あの、くだ松さん知らないやつがね、二人、モッコスと空海っていうやつがいると思うんですけど、いや、大丈夫です。僕、この考察動画3回見てますか <laughs> <laughs> 好きすぎて3回見ますよね。す見すぎですよね、もう、ね。 参加してるんで大丈夫ですよもう最近ね、僕した人が、モッコスとか誰だよっていうね、<laughs> 誰だよって言うんですけど、モッコスっていう。めちゃくちゃわかりやすい説明ですからね、これ。<laughs> やっとモッコス。ちょっと解説ですモッコスっていう名乗る僕のところにたまに、たまにっていうか稀に凸してくる女がいるんですけど、あもう酒、あ女性なです,なです酒焼けしたみたいなガラッガラの声で凸してきて、<laughs> で、なんか、駅で帰ってくるときに、 床に紫色のゲロがぶちまかれてるのを見たみたいな話をして落ちるっていう。もっこすね <laughs> っていうのがいて、ここ、ここですごい大人気になったんですけど、喋り方完全にマチャマチャ見てた喋り方するんですけど、<え>まあまあ <laughs>、まあ、そういうやつがいて、はい、でそう、バーラムライムライトっていうところのママっていう設定なので、っていうのを見て、でまあこれ何かっていうと、 方言集権論っていうのの説明をしよう、はい、理論の説明しようかなと思うんですけど、えっ、ー、と、柳田国夫が、あのー、カタツムリっていますよね。あれの呼び名が全国でバラバラだっていうところから調べていって、たど、はい、り着いた理論だったんですけど、えっ、ー、と、これをもって説明します。えっ、ー、と、小タ村っていうこの村があって、ここでは、えー、鏡餅の上にみかんを乗っけています。で、 ところがこの近くの延長村とモッコス村っていうのは色が同じなので、ここは、えー、鏡餅の上にすだちを乗せる文化があります。で、空海村っていうのは鏡餅の上にバナナを乗っけるっていう風習があります。で、こういうのが、あのー、いっぱい調べると出てきて、なんでかっていうと、あのー、おかしいですよね。だって、近いところなのであれば、延長村と小太郎村が同じ、 あのー、民族事象である。はずなのに、ここを通り越して、なんでモッコス村で同じ風習、あの、延長村と同じ風習なのって考えると、理屈が合わないっていう風に、柳田国をいろいろ調べて気づいたんですよ。はい、で、なんでだなんでだって考えてて、ついた結論が、えっ、ー、と、この人々の話とか噂とか民族事象っていうのは、爆心地から同心円状に広がっていく。 っていう考えなんです。だから、方言集権論、周りに広がっていくからっていう考え方なんですよね。なんですけど、綺麗な同心円にはならなくて、まあなんでかというと、この三角、山だと思ってください。ここ、うん、人の行き来がなかなか難しいので、あの、噂が伝わりにくいんですね。だから、うん、本当だったら延長村と空海村の方が近いから噂が広がってもうおかしくないんですけど、山があるから隔絶されていて、 こっちの下にあるうちの妻の方の村にはバナナを乗っけちゃうみたいな感じで、えっと、綺麗な絵にはならないんですけど、あの、こういったものがあの、あるんです。で、ここから元々の、あの、鹿島さんの、ちょっと下松さんの戻りたいと思うんですけど、下松さんが高校生の頃ぐらいってまだインターネットってそんなに発達してないじゃないですか。 そうですねおそらく20年ほど前の話なんで2チャンネルとかは存在してたはずなんですよね。ただ、えーとまあおまあ、僕もその怪談とかそういう怖い話とかオカルトは好きだったんですけど情報源としては確かに書文章とかの本とかの方、まあ、テレビだったりそういうものが主流だったり。うんうん たんじゃないのかなと思うんですよね。ですよね。で、はい、考えると、現在って SNS とかがあるから、このさっき言った方言集権論の理論が使えないんですよ。はい、はいはいはい。そうですよね。えー、えー、ええー。一人でも口から口へじゃないので。うん、ただ、下松さんとか僕らが高校生ぐらいの時って、多分まだね、これ通じるぐらいのものによってはあるはずなんですよ。そう考えると、この下松さんのやつっていうのは、 すごく、こう、非常に興味深いのと、あと、この、兵庫県っていうのがまた、すごく面白いところですよね。そうですね。確かにそうなんですよね。うん、なんかこう、まるで、女性型と軍人型のちょうど境目ぐらいのところの、はいはい。すごく特殊なところに位置してるんじゃないかっていう、その、うん。感じもしますよね。その、田中さんのやつとかも合わせるとね。 やっぱりその呼び水って僕が聞いたキーワードを見ていくとまず軍人の姿うん、うん、これっていうのはまあおそらくその先ほども、ね、説明あった通り、うん、少尉軍人のうん、うん、えわ、ー、これがおそらくもっと前から存在してたんだろうなと思うんですよここの噂がこの高校の周辺にそういう幽霊が出るっていう噂はもっと前の世代から伝わっていたと。 それと、まあ、その僕たちの世代の、うんえー、これはあの赤い服の女って、うん、まあ多分僕らの世代ってホラーのイメージーホラーのイメージでもあるんだろうなっていうのもあって、うん、これっておそらく黒澤監督の、えー、と体育館の、うん、前なんか、うん、花子さんとかああいう。うん で、えー、オムリバスの、えっ、ー、と、イメージが強かったんじゃないかなっていうのは、うんうん、まあ、吉田さんとも話してまして。なんか、そういうところの、ちょうど本当に境目といいますか、それがこう、合致したような話なのかなっていう、感じましたね。すご、うんうん、いですよね。で、これが <laughs>、なんか僕すごく好きなのが、日本兵とこの赤い服を着た女っていうので、 はい、でかつ、この田中さんとも合わせて考えると、絶対にバッティングしないっていうのが、もう同じものだっていうのを、案に言ってるかのようじゃないですか。これ、でもね、この、なんだろうな、僕がちょっと本当に、この呼び水に関して、ちょっと今までの鹿島さんと違うなって感じる点って。うんうんうん 鹿島さんの一番の特徴って、やっぱり時代に合わせてその姿、形を変えてきたっていうね、うんうん、園長さんの説もあった通りの、そういうちょっと特殊な、えー、都市伝説だと思うんですけれども、うん、やっぱりそこでキーワードになってくるのは、鹿島っていう名前だと思うんですよね、共、うん、通してると。これって、あ他の都市伝説にはないような特徴で、うんうん、ただ、この呼び水のエピソードには、うん カシマさんがカシマさんたる特徴である名前っていうのがないんですよ、ね。確かに名乗らないですよね。そううん。っていうことはトリガーがないっていうことなんですよね。うんう,んう,んう,んうん、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 うん。これ、トリガーがない話をカシマさんとして、えー、と認識させるには、うん、隠されたトラップとして誰かが気づくことが大前提になってくる。うんうんうん ものすごく回りくどい、あの、<laughs> なんていうんだ回りくどい、こう、トラップを仕掛けてきてるなっていう。これは本当にあの、<laughs> しかもこれ20年経ってますからね。確か,確かに、確かに。僕が語らず、誰も気づかずであれば、これは鹿島さんとして誰も認識しない話であって、うんうん、おそらくこんな話って、 で誰も気づいてない鹿島さんってまだまだ存在してる,てるしそうですよね。うん、そう、そう言えますよね。うんうん。おー、これがちょっとまあ面白い、あの、ポイントなのかなって思うんですよね。めっちゃ思います。そう、この、コメント読むんですけど、周りくどき気づいたら突っ込まざるを得ないからなってありますけど、<う>あと、この、何 うとう話が広まったりん成立しないのであって、まさにそうですよね。もう,ねもう、鹿島さんっていうものの噂をリアルタイムで語ってる人たちが少なすぎて、うん、もう、まるで鹿島さん、自分は鹿島だって名乗る力を失ったかのようじゃないですか。なんかそれが弱ってしまって。そうなんですよね。でこれね、うん、あの、20年間、うんうん 溜めてたんじゃないかって僕は思ってるんですよ。歌詞のやんに。50周年に向けて。エネルギーを。そう。で、この50周年のタイミングで、こう、うん、気づかせると。うん、で、ここで爆発とこを持って、うんえー、表面化する。うん、そういうスパンが、そう、スパンが長いんですけどね。<laughs> 本当に長いんですよね。20年ですからね。<laughs> 今週のたんまりいですよね、これ。まさに。<laughs> <laughs> 終値のフェスみたいなそうそうそう突如ですからねこれって満を持すなっ、ね、て <laughs> 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 まさになんですよね、はあ、面白いですやっぱりねそういうこの鹿島さんの意向も組んで我々はその鹿島さんを再度復活させようっていう動きをねうん、うん、出すと <laughs> 本当ですよベストアルバムですよ <laughs> とね、ではですね、あの、はい、お便りがですね、いっぱい届いておりましてですね。そうですね、そうですね。えー、ちょっと、実は皆さんからですね、今、現在もなんですけど、あの、ぜひですね、今、これを聞いてる方で、そういえば私、こんな鹿島さん、リアルタイムでこんなの聞いたわっていう情報がありましてですね、ぜひぜひ、ち、はい、ゃんちゃんと僕のツイッターの DM の方にお便りをいただければと思います。えっと、届いているお便りをですね、ちょっと早速読ませていただこうかなと思います。はい えーと、早速、あ、失礼しました。青、えー、青わさびさんですね。本当に大変失礼しました。<laughs> お名前の言い方大変失礼しました。えっと、からお便りを来ておりましてですね。うん、マイファーストカシさん。うん、えー、時期1980年、えー、地域大阪府南部ですね。ーはー。えー、内容、雨が降った夜、玄関がトントンと叩かれる。開けると、そこに気持ち悪いものが立っている。 何が気持ち悪いかというと、とにかく気持ち悪いらしい。そして気持ち悪いものがこう尋ねる。足いるか、いらんと答えると足を一本ちぎって持っていかれる。いると答えると足がもう一本生えてくる。でも気持ち悪いものにどっから来たんやと尋ねると、かーしまーと答える。それだけ。で、お決まりの この話を聞いた人のとこに来るらしいで、雨の夜聞きつけや、となります。ああ<ー>。これは、いわゆるジャンルでいう、問答型というもので。そうですね。ええ、うん、ええ、この、足いるかとか、なんとかかって、こう、向こうに問いかけを求めてくるパターンのものですね。うん、で、このパターンすごく多いです。あ、聞いたことあるとかね、ね人も多いですね、まあ。この問答についてはね、あの、いろいろ、この、細かい、うん、の変化っていうのはあると思うんですけど。うん、うんう、う,うん。 やっぱり、カシマさんの面白いところって、こう、タイプ分けされるというか、分類が細分化されるところかなと思うんですよね。いや、面白いな。1980年。80年なんで、<laughs> 結構、72年が元年なんで、結構いい、いい時期ですよね。そうですね。うんうん、あ、これ正直僕ら生まれてないですからね。あ、本当ですよね。生まれる前ですよね。うん 結構でも、皆さんこのさ、あ、こういうの聞いたことあるって人、じゃんじゃん DM でお待ちしておりますよ。お待ちしております、お待ちしております。いやー、なんかこの、問答型タイプで言うと、この、呼び水も面白くて、はい、問答じゃなくて、向こうから、私のことでしょうって。耐、はい、<laughs> えきれんくなってますもんね。<laughs> <laughs> 受け身でもういられないみたいな、ね、もう、もう、もう出たいっていう。<laughs> ねえねえ、私でし,しょみたいな。<laughs> すごい全面的に出てる <laughs>。<laughs> <laughs> さて、じゃあ続いてのお便りで来ました。はい、えっと、えっ、ー、とですね。えー、関東地方で、えー、夜、布団から手足を出していると、鹿島さんが出ている部分を切り落としに来る。で、<お>容姿は手足がない女性。はあ<ー>。で、えっ、ー、とー、 で、この方はですね、え、手足ない女性手足切り落とせないじゃんと思って、ちょっと調べたら、うん、軍人さんで日本刀で切り落とすというものを見かけましたと。うん、で、鹿島神宮由来のレートのことでしたっていう。うん、なるほど、なるほど。これは死死結損型。そうですね、タイプレートは死死結損型ですかね。 そうですね。正因軍人の死死結損タイプっていう。タイプですね。あな,るなるほど、なるほど。で、かつこの面白いのが、この手足を持ってくタイプですよね。はい,はいはいはい。うん,うんうん。この奪い取るとこもちょっと一個、鹿島さんの特徴ですね。この手足取るタイプもね、ねうん、多いんですよね。そう、いろいろね、そう。あの、ここ確かにそうだな。こう、うん、足を持っていくタイプって多いですよね。あの ゲームである「女神天性」歌詞が出てくるんですけど<ー>確かそのグラフィックが、うん、まあ女性型ではあるんですけど、うん、足を持ってるんですよねああ<ー>足をこう膝から下の片足をこう持って、うん、それで殴りつけるっていう <laughs> 多分ちぎった後でしょうねそれ武器にしてるんでしょうね <laughs> ちぎった後にね鈍器として使うっていうねもう一個ちぎるんじゃないんだみたいなそれで殴るんだっていうえ <laughs> そうっすね。童謡のさっちゃんとか、ね。そうですね。うん。ありますよね。あれも、やっぱり派生になるんですかね。ですね。いわゆる、うん、おそらく、剣族だと思うんですよね。あの、さっきのコメントにありましたけど、えっと、どれだこれかなこれで見てわかりやすいかな。 要素だけを吸収した眷属っていうことで、うん。そうですね。うん。これで言うと下の方にある、木島さんって、俺は聞いたな、みたいなコメント。なんか最初の方にちょっと流れたんですけど、とか。木島さんもそうですね。聞いたことありますよね。うんうんうん。ありますよね。でも、要素で見ると、名前違うけど、やってることカ島さんみたいな。確か,確かに確かに確かに。これも不思議ですよね。このカ島と木島って、カ島木島。だから、まあ、似てるけど。近いような。うん。 この鹿島さんが男性から女性に変換していったのって、この名前にちょっと僕の中では、えっと、キーポイントもあるのかなと思ってて、カ島さんって一回聞いた時に男性か女性か判断つかないじゃないですか。はい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 。それも一つの、 なんだろうこう、分かれていった。あ<ー>まあ。男性型、女性型って分かれた一つの要因なのかなとと思ったりします、ね、確かに。この。これ多分、木島さんも同じなのかな。そうですよね。例えば、極端だし、鹿島ちゃんだったら女の子だしとか。そうですよね。鹿島くんとか。うん。うん、確かに。3っていうのってまた絶妙な、あれですね。そうですよね。うん。そうなんですよ。鹿島玲子で完全に女性型が確立されるんですよね。うんうん 確かに。鹿島で切ると、確かに、確かに。うん。あ、ひきこさんね。ひきこさんは比較的新しい都市伝説、ねはい。新しいですね。うん。感じしますよね、なんかね。ルーツは近いものがありそうな気はしますね。ああ、そうですね。似てますよね。うん。がつくっていうのは鹿島さんが最初なのかな。うん、何々さん。そうですね。都市、いわゆる、これって時代的に言うと多分、 あのー、なんだろう。都市伝説、全、多分前世紀だった人面犬とか、あの頃、口酒お今コメントあるやつ、口酒女の本名は鹿島玲子だってやつですよね。<laughs> はい。多分これも、僕は結合してるんじゃないかと思ってて、多分、口酒女は口酒女であって、鹿島玲子は鹿島玲子であったんだけど、名前がくっついちゃったっていう。うん,うんうん。多分結合型なんじゃないかなっていうとこで、思ってる。 ですけどババサレか。ババサレは多分また別のルーツなんじゃないかなって、ちょっと僕自身今コメントでババサレとかっていうのもあります。ババサレってなんとなく紫ババーとか。ああ、そババー系統、ババータイプといいますか。もう暴言みたいになってますけど。ババージャンルありますよね。4字ババーとかね。なんか異次元ババーみたいな。鏡とか、なんか結構あると思うんですけど。 その系統の気はするなあ確かに確かに。ババア系はまたちょっと違う。うん、また、ですそうそう、ダッシュババアとかね。ババ100キロババアとかね。ありますよね。うん、あの、ババア系ですよね。カバボババアありますね。大体速いんですよね、このババアタイプ。そうそう、ババアタイプ速いんですよ。スピード型なんですよね。ね、うん、スピード型。<laughs> <laughs> スピードタイプなんですよ。そう、スピードタイプですね。そう。そ速さに効果してるというかね。 でも、あれですもんね。鹿島さんで足が速いとかってあんま聞かないですもんね。聞かないですね。やっぱ多分。そう。たぶん別かな。うん、気はしますね。確かに。ババサレは、あれえ、これそれぞれ違かったら面白い。ババサレって僕、それババア系の何か当てた時に、はい、ババサレ、ババサレ、ババサレって3回言うと消えるみたいな。あ、あり,ましたありました。ありましたありましたありました。あ、やっぱそれですか。あー、なるほど。 なんか、ちょっと問答型っぽい要素もちょっと、ね、多分混ざってっとこも多分ルーツは別だけど、みたいな、ね。どっかの軸で混ざってますよね、ポイントで。そう,そうそうそう。ああ、なるほど。で、さっきコメントにありましたけど、この、うん、ババアはなぜスピード型が多いのかっていうのは、うん、なんとなくなんですけど、あの、はい、その、ババア系とババア系、ババアタイプの年齢屈が、<laughs> <laughs> ちょっと笑っちゃいますけど、<laughs> ババアタイプの都市伝説が流行ったときって、あのうん、うん、結構そういう、あの、あ<ー>山をタイプの、えー、若者の遊びが流行ってたような時期なんじゃないかな、そこから何か、あ,<ー>あの、ヒントがあるんじゃないかなって、ちょっと考えたりもするんですよああ、確かに。ババアが早かったら怖いっていう、単純な、この、うんうんうん。 確か、走り屋イメージあと、それこそ、暴走族とか、その、あの、なんか、湘南純愛組とか、あ,ああいう時代の頃の、確かに、それで山に行く人がいっぱい多いから、確かに、土壌としてはすごいいい土壌ですよね。そうですね。確かにそ、そもそも馬場が早いはずがないっていう。そうなんですよ。そこが、やっぱりその、恐怖、恐怖ポイントというか、うん、あの、階段になり得るポイントなのかなっていうのはありますね。 六甲ババアはマジでいたんだっけって、これ聞いたことありますいたんですかありますね。あのー、確かですね。これ<え>本当に田中、これも田中さんがおっしゃってた、田中敏之さんが言ってたのかなうん、うん、田中さんよくあの、六甲さんにターボバ,バアの、うん、えっと、孫がいたっていう話がある、うん、<laughs> ょって。孫村の,の孫みたいな、はい。あの、孫がいて、そこの孫、うん、お孫さんが、えっ、ー、と、うん、確かカフェか何かをやってて。え <laughs> で、 えっと、そこに実際に行ったらしいんですよ。うん、で、お話を聞きに行って、うん、で、まあ、知り合いの方に、あの人がそうやでって教えてもらったそうなんですよね。うん、あのターボババの孫やで。<laughs> で、あの、ただ、あの、その話はするなって言われたんですって。<え>本人にその話をするなって言われて。何それなんでですかって聞くと、うん、あの、気、気にするからって,って。え 気,気にするから、するなって言われたって言われてた。ふのばばの孫っていうことをものすごい気にしてるらしいんですよ、ね。<laughs> <laughs> <laughs> っていう話を聞いて、ああ何を言ってんのかなって思ったんですけど。<笑><笑><笑>そんな話をちらっと聞いたことはありましたね。<laughs> 面白い、面白い。そう,そうそう、だから、 うん、あのちょっとごめんなさい、脱線しちゃいました。<laughs> いや、めっちゃ面白い、超面白い。そう、今、現代の山ンバよな、とかってあったんですけど、なんか。そうですね、そうですね、確かに。そう、でも山んに、えー、っとね、えっと、あー、どうせ、坂田金時だったかな、は、確か山ンバに育てられたっていうあ、あー、なるほど。伝説があったり、あと、えー、っと、なんかその、向こうで、 異界のものに育てられて、こっちの地に戻ってきたっていうのって、うん、鬼子とかって言うんですけど、鬼子って二パターンあって、本当に意味をなす、その意味って悪い意味、意味地とかの意味をなすこと,として処分されるか、英雄になるかっていう伝説があって、<ー>結構その血を継いでるものの英雄譚って結構あって、なんか、まあ、ジャンルで言うと、はい、うとあれの、 陰陽寺の、あの、安倍の生命もお母さん狐だっていう伝説があるんですよね。ああ<ー> <music>、なるほど。ええ、あって、血族はすごくこう超人的な力を得て、異界の者のとの間を、みたいなこと考えると<ー>、カフェの人も何かこう。めちゃくちゃ早いんかもしれない、ね、<laughs> そうめちゃくちゃ早いとか、<laughs> めちゃくちゃドリップすんのうまいコーヒー出してくるみたいな。<laughs> <laughs> 六甲さんはね、結構そういう噂もあるんですよね、その関西で言うと、ね。ああ。はあ。これちょっと脱線しますけど、あ<ー>今回と。か,かもう完全なる脱線なんですけど、六甲といえば、うん、あっちと言えば、やっぱ僕、あの、あれが出てくるんですよ。あの、あれ。あの、牛女とか、九段とかもあっちじゃないですか。そうですね、あの、うん、そうですよね。九段、 もともと、うん、確か、えーと、あれ誰だったっけあの、えー、とね九段の、うんえー、まああれってもともと芦屋、まあ、六甲山のふもとに芦屋市っていうのがあって、西宮市っていう、あの辺で六甲山脈でつながすそうですね小松左京さん、そうですコメントに今流れてる小松左京さんが書かれてるんで,、うん、ですけど。うんうん やっぱあの辺の出身の方であの辺をベースにして普段の話を書かれてたりっていうのは多いですね。うん、なるほど。なんかね、やっぱあそこってすごい。普段のそうそう、普段の母に、ね、妙にリアリティがあって、すごい気持ち悪いんですよね。あれなんか読み直すと。そうですね。そうですね妙に読んでまし。ね、そうそうそう。あれは階段好き読むべき、あれは、うん。まあ、そう、普段とは直接のつながりはないですけど、牛女のね、うん、あのー、噂が多い。 山だったりしますしうんなんかこうすごくそう考えると兵庫って都市伝説の研究上ものすごく興味深い土地なのかもしれないですよねなんかそうですね確かにね、うん、あの辺はなんであんなにこうポン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 都市伝説が生まれてるのか、ね、まだわからない,いす,、ね、すげえ面白い超興味深いですよねあの辺の地域って面白いじゃあちょっとちょっと。 続いてのお便りが来ておりますので、はいはい、ちょっと続いてのお便りをですね、えっ、ー、と、来ました。えっ、ー、と、えー、この方、新潟で、はいえー、横浜のいとこから聞いたというので、うんえー、25年くらい前なんで、1990年代後半頃ですかね、に、うん、女の鹿島玲子で夢に出てきて、蚊は仮面の蚊などと言わないと、釜で足をもがれる的な話でした。 っていうのが来て。なるほど。そうですね。横浜の方から聞いて、で、女性型で、かつこの問答ですね。はいはい、このね、あの、これ、下松さん、このトップが作っていただいたんですけど、これもね、仮面の貸し人の詩、なんだっけ、はいはい、魔人の間とかね、魔女の間とかって、答えると消えるみたいな。ね、鹿島さんのその呪文型の結構、うん、あの、まあ、メインと言いますかね、うんうん、あの、うん オーソドックスな、こう、呪文でよく語られる呪文の部分ですよね。仮面のかーってやつですね。で、僕、この、あのー、下松さんのこの最後の夢の話でも、あのー、思ったんですけど、はい、呪文型の鹿島さん消す方法の一つに、はい、確か鹿島さん、鹿島さん、鹿島さんって3回連呼するっていうのもありましたよね、確か。ありましたね。だから、多分それが僕の中であった。 のかなってこれ、ね、俺それはあって、すげえ鳥肌だったんですよ、聞いて。あれ、これね、本当に、マジであの鹿島さんと距離を置きたいなって、ちょっと思ったんですよね、<laughs> あれがあってから。ちょっとやだなっていうのはあったですね。頭の中にその鹿島さんを3回唱えるって、全くなかったので、余計ですよね。 これ、恐ろしくないですか本当に。だって、その、100、200読んだ中に本物が出て、はい、読んでる状態では、で僕ら判別つかないじゃないですか。そうなんですよ。気づかずにおそらくこう侵食されてるんでしょうね、<ー>それって。ああ、面白い。めちゃくちゃ面白い。ですね。はい、そんな終わった。あ、一番メジャー、ね、鹿島さんがやっぱり関東発信。うんうん、えっとですね、えー、とちょっと、 えっと、カシマさん、えっと、それこそ、アオワサビさんだったかな、はい、が書いてたんだったら、ちょっと、なんですけど、えっと、カシマさん完全系完全型カシマさんみたいなのって言われてるカシマさんがあって、えっと、全部入りなんですよ。えっと、北海道で起こった話ですで始まって、列車で引かれて、足が潰れて、はい、で、片足がない女の姿で、出てくると足いるかって聞いてきて、 みたいな感じで、問答型で列車事故が入っていて、手足欠損できて、うんえー、手足を持っていくっていうパターンのやつがあって、うんうん、完全型鹿島さんとか言われてるんですけど、これが、2000年代初頭だったと思うんだけど、に、ネットの超怖い話投稿サイトみたいなのにこれが投稿されて、<ー>現代で言うバズったんですよ。なるほど。えー、で、 いろんな掲示板とかに貼られまくって。うんはい、は,いはいはいはい。で、ここで、おそらく形が固まったんではないかっていうような話も。うんうん、あ、96年か。ああなるほど。っていうか、多分これ書いてる人は、青わさびさんなのでは <laughs> そうですね。とか思って、うん。そすもんね。うん、ね なるほど。これやっぱり鹿島さんのこう様子をこう含んだ話ってめちゃくちゃたくさん出てきてると思うんですけど、うん、こ鹿島さんに近い、えーえー、話っていうのも聞いてて、これちょっとね、うん、判断できなくはて、ちょっと園長さんに聞いていただきたい。あ、ぜひぜひぜひ。えっと、これが、 本当に僕の方に、えー、先月ぐらいですかね、今月の頭かな、うん、連絡くださった方がいて、うん、えっと、兵庫県、これも兵庫県なんですよ。<う>兵庫県の、えー、山陽電鉄っていう電車が、電鉄があるんですけど、そこに、えっ、ー、と、今はもう使われてない、旧菊水山駅っていう駅がありまして、<う>そこの駅、えー、にまつわる話なんです。これが当時の2チャンネルに記載があったと。 ほう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 。これ当時の2チャンネル20年前なんですよね。これ予備水の、えー、タイミングとほぼほぼ同じ時期なんですよ。うん、でこ,れこの旧菊水山駅って今はもう存在しない駅なんですけど、うん、20年ほど前に、えー、この駅でですね、最終電車が来るまで待つと。うん、で、最後尾に乗車すると、自分と同じタイミングで、えー、女性の下半身だけが乗ってくる。 逃げ場を探して最前列に駆け出すと、えー、最前車両には、えー、上半身だけの女の霊がシートで持っている、うん、そういう噂があってこれに付け足すように、うんえー、この霊は80年代神戸電鉄に、えー、飛び込み歴史した女性でその際に、うんえー、胴体が断裂した女性の霊だと。うん そういうい記述が残っていると。これって鹿島さんの,その、ね、先ほども言ってた北海道、赤羽、東京の、ね、赤羽であって事故からの,その話の派生といいますか、それが兵庫県にアップデートされたのか、えー、落とし込まれたような話なのかなっていうところもちょっと えー、します、します、すっごいそんな感じします。なんかね、その、このパターンも鹿島さんの剣俗というかね、その近い話であるのかなというのは思いました、ねうん。面白い。ちょっとそれで思い出した話があって、はい、えっと、僕、まあ、VR の界隈に出入りしてるんですけど、はい、そこで、えっと、今20代の方はですね、20代前半の方がいて、に、 カシマさんの話をなんか振ったんです。そしたら、え、僕が聞いた知ってる話と全然違いますみたいなリアクションしてて、え、どんなのって言ったら、うん、いや、カシマさんが来るっていうような話をすると、えっと、肉の塊が家に来ると。あ<ー>で、そこに長い髪の毛がついてるから、元は女性だったんだってのがわかる。で、その女性が生きてた頃の名前はカシマレイコだっていう、っていう話なんだと。 おもっと崩壊が進んでるんですよね。なんか、獅子の欠損が。これ、肉の塊のパターンって僕も聞いたことありますね。<あ>確かに。マジっすかあります、あります。あ、その、うんうん、まあ、完全に僕の、なんていうのかな、考察と言いますか、うんうん、あれですけど、こう、獅子欠損でダルマ状態になったものが変化して肉の塊にあっとして扱われてるんじゃないかなっていうところもちょっと。 と、はい、思ってみたりするんですよね。うん、手足を胴体だけ。あ,うんうん、あの胴体だけの鹿島さんのパターンも聞いたことがあるので。うん、これに近いものなのかな、ね。あと、あの、なんか、あれですよね。えっと、鹿島さんを追っかけろでも、確かちょっと書かれてたと思うんですけど、あの、はい、なんかこの欠損っていうイメージが強くなってくると、あのはい、はい、だるま伝説。はいはい ありますね。<の>はいはいはい。あの、なんだっけ、オルレアンの、あ、オルレアンだっけの、紅室だけ、なんか、なんか、だからだから中国の山奥の見せ物小屋に行ってってやつあるじゃないですか。あ、はいえー、のね、あの、あの、ブティックに入って、あ、そう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 ,そう,そう。紅一で、あの、奥さんがいなくなる。そう,そう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 。それから何年後かに他の海外に ありますね。で私は日本人のなんとかだから助けてくださいみたいな叫ぶみたいなあそうオルレアンの噂さか、うん、ここら辺にこうなんかちょっとこう獅子欠損のイメージ強くなってくると、はい、ねあの辺ともこの関連性みたいなのが出てきますよね。これってもはやもう鹿島さんがいろんな都市伝説を吸収してるっていう、うん、そうですね。ねそういういイメージが ありますよ、ね、ありまますすすよよ、ね、お、すごい続々とお便りが来ております。続いてのもうラジオ的に言う続いてのお便りです。えっと <laughs>、えっと、千葉県の方で「うん、今から40年ほど前鹿島さんではなく木島さんでした」はいえー「木島さんは事故で左足を失っていてこの話を聞いたら木島さんが足を取りに来る布団から足を出して寝てると足を奪われるという話がありましたよ」という。うん この布団から足を出すパターンで撮るパターンありますね。うん、ありますね。これやっぱりその、うん、なんだろうな、僕が思うにその、子供の時って布団から足出すのって怖かったりするんすわか,かるわかるわかる。うん、わか,かる。僕自身もそうだったんですけど、うんうん、シーツをこう、うん、足に巻きつけてわ <laughs> かるわかるわかる。わ<い> <laughs> かる。<laughs> そこでしょうね、やっぱりね、この、うんうん、恐,恐怖をこう、話に落とし込む。うんうん。 何が怖いかって考えると、やっぱりそう、足を取られるから。うん。なるほど、なるほど。足出しててって。こう、なんかこの、ね、なんだろうな、日常で感じる、ちょっと宿だの恐怖が、すごく吸収されてる感じするじゃないですか。うんすね、布団から足。うんうん、そう、花子さんとか、さっちゃんも足、布団から出してるとみたいな。うんうん、で、あの、あれにも通じると思うんですよ。あの、あの、受音で浴よくぞやったと思ったんですか。あの、シャンプーしてる時に、はい,はいはい。あの、あの、<laughs> ありました <laughs> あの、違う人が頭触ってるのを指で分かったみたいな。はいはい、めちゃくちゃ怖いすあれ、あれもやっぱりそのね、シャンプーの無防備な、やっぱり人ってこう、無防備な状態で来られるのって一番恐怖を感じる。うん、そこじゃないかなと思うですよね。これ面白いですね。しかしこうやって見っと、お、また続いてのお便りです。 来ました。あ、今のところ来た中では一応最北端の方ですね。えー、はい。はいはい、放送を聞かせていただいております。ファーストカシマさんと言えるかどうかわからないですが、90年代、岩手の小学校での噂。はい、岩手県ですね。最北端ですね、今のところ。この、実際に今届いたお便りの中では。うん、えっと、トイレの鏡に顔が焼けただれた女が映り、誰だと問いかけてくる。川島さんと答えないと家が火事になる。 という話がありました。お<ー>面白い。やけど型ですね。そうですね。ケロイド型、やけ型の、えー。ケロイド型、け型ですね。で、問いかけですよね。ですね。誰だってかけてくる。川島さんか。あ<ー>あ<ー>。名前もちょっと似てる。非常に似てる。川島、でも俺、川島さんって初めて聞いたかも。あ、僕も初めてですね、これは。 これは、もしかしたらあれですよね。この北の方に行くにつれて、何らかの変遷を遂げた痕跡なのかもしれないですよね。あ、そうですね。鹿島さん、確かに似てますもんね。ええー。うん,う,んうん。で、なんかすごい僕、ちょっと方言集見論を思い出して面白いのが、はい、う,うと、東京とか、大阪とか、こ、うん、こら辺って、手足結損が多いのに、 てや、あの、焼け土型の爆心地って大阪の千日前説が今あるじゃないですか。はいはい。で、岩手で焼けただれた話が出てくるっていうのって、めっちゃ方言集権論っぽくないですか。ガーッと広がってった先っぽっぽ,っぽいっすよね。ね確かに。だから一番この遠いところの焼け土型なんじゃないかっていう。ああ<る>。っていうことは逆に言うと、四国とか、 九州とかあたりで行けば、やけど型の話聞けるかもしれないですね。同じ反対方向にと。そ,うでね、にそのあたりで、うんえー、やけど型の、まあ、こういう類は、うん、類似性のある話が出てくると、うん、ちょっと説の立証に近づきます、ね。近づきますよね。あ、広島にも多いです。ああ、同心円状だね。大体、距離としてはいい感じだね。広島だとね。 やっぱりこれは面白いな面白いあ沖縄まで行ったらもっと変わるからあもしかしたらそうですね沖縄の場合はね、うん、どうなんだろう,<ど>う結構そのどうなんだろう沖縄って道場自体がかなり特殊というかそうっすね、うん、であの伝わってたとしてもかなり変化してるようなイメージはありますねうんうんうんありますよねなんか うん、テキテキが沖縄に伝わった時点で、こう、テクテクっていう、こう、下半身だけの例に変わってるっていう話も、まあ、沖縄の出身の、ねお<ー>えー、方から聞いたこともあるので、うんうん、もしかすると、こう、海を渡ることで形がぐらガラッと変わってしまう可能性もありますね。ありますね。なんか、あとはもっとこう、うん、沖縄の土壌でのこの沖縄内部じゃないですけど。うんうん、そうですね。 なんかそういったのもね、ありそうですね。もう、あ、もうつ、もうお便りが続々と来ております。えっと、下松さんが島田周平のお階段巡りに出演して予び図を語っている回のコメントに、はい、その話知ってる、わし神戸に住んでるんだが、とコメントしてる人がいます。ね、<え>神戸に類話があるのかもしれません。はあ。もしかすると、ええ、ええ、同じ話を聞いた人がそこにいる。おー なるほど。ちょっとこれは、調べてみる価値はありそうですね。ありそうですね。実地調査やっともっといい、もしかしたらどっかで掘れる当たりが出る可能性ありますよね。なんとなくこの神戸にほど近い加古川市。はいはいはい、えーえー。本当に神戸から岡山の方にちょ、あ、姫路の方かな。うん、え行ったところに加古川市ってあるんですけど、そこでもね、うん、えっと、鹿島さんの噂っていうのはちらっと聞いたことは。 あって。はあ、やっぱりあの辺ちょっと話っていうのが出てるのかなとは思います、ね。場所的にもかなりホットな位置ですよね。ですね。うんうん。はあ。くてくてって聞いたなっていうのも面白い。て、てきてきじゃ。すげえこ。く,てく,てくたくては面白いな。鹿児島はとことこでした。ああ、なるほど。<あ>どのタイミングで下半身に切り替わったんだろう。確かに。 そう、あとやっぱ、さっきの、あの、果だんさん喋ってたのが面白いのは、下半身が出てくるっていうところもちょっと面白いですよね。はい、上半身だけじゃなくて。ね、足出てくるパターンって、珍しくないですかなんか。あ、そうか。菊水山の噂でもそういうことか。足から出てきてますもんね。そうそう,そう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 。それが上半身を探してるっていうパターンを、沖縄、うん、でも聞いたことがあるので。お面白い。あのー 足出てくんのは面白いと思います。すごい面白い。ああ、これはちょっと面白いですね。そうで、多分ですけど、あの、なぜ足出にくいかっていうと、多分、服装とかによっては男性か女性かパッと見でわからないとことかも多分。 なるほど。なるほど。あると思うんすよ。広がりにくい一つって。うん、でも、うん、そこに上半身があって探してるってなるから、女性だってガチってくっつく。で多分、下半身だけだったら、はい、例えば、スカート履いてるか足ですとか、ハイヒールが、とかみたいな、感じになれば、あれなんですけど、うん、多分、そこら辺も要素としてはあるのかななんて思ったり。 確かにその下半身は上半身と出会うことで初めてこう、なんだろう、話として、えー、完成されてるのかなって思いますね。そうそう、下半身は潤して探してる。そう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 。出てくるから成り立つみたいな。それじゃあ、えっ、ー、と、だんだんいい時間で、はい、えっと、最後のお便りになります。えっ、ー、と、東京生まれ、三鷹市の小学校に通っていました。えっ、ー、と、90年代後半あたりに聞いて知っていた鹿島さんは、 えー、下校などで遅い時間に歩いていると、足いるかと話しかけてくるカシマさんという女がいて、いらないと言うと足をちぎって持っていかれるというパターンでした。えー、それ以外の要素はあまり記憶にないですね。<の>多分テレビや講談社の学校の階段あたりが入り口だったと思います。ですので、デビルサマナーで足を手に持っているカシマさんが出てきたとき、とても馴染みのある印象でした。 わかります。<laughs> さっきまさにくださんが言ってたやつです <laughs>、うん。マジでわかります。<laughs> <laughs> 口竹本との関連を聞いたことないですというようなお便りでございました。ありがとうございます。なるほど。これも問答型プラス、えっ、ー、と、かしさんって女がいたから女性タイプ。結構、ですね、一番多分おそらくポピュラーなタイプ、ねうんうん。そうですね。ですかね。面白い。やっぱ、数として多いのはやっぱり女性タイプ が多くて中に軍人と焼けただれが一件ずつっていう、ねはい、そうですね、やっぱりそれって、まあ時代の移り変わりと言いますかね、うんうん、その、まあ、戦後間もない頃って、えー、例えばその恐怖の対象と言いますか、子どもたちが、えー、怖いって感じる対象が、やっぱりその勝利軍人さんの姿であったりとか。 その、そういう方たちが結構ね、街中によく見かけられた時代だったと思いますので、そういうところから、やっぱりどんどん移り変わってきて、うん、やっぱホラーがテレビでよくやるようになって、そこで、えー、女性の幽霊を目にする機会が多くなって、うん、どんどん形が変わっていったのかなっていうのは思いますよね。うん、確かに、確かに。この田中さんのやつのアコーディオン持ってるなんて、もうすごくこう、はい、はい 正義軍人らしさが出てますよね。ねあ確かね、そのトンネルも、うん、えとかなり古くて、<ー>えっと、もう使われてないトンネルなんですよ。 あそうなんですね。行った時にはもう入り口は封鎖されてたんで、おそ、うん、らくその噂が発生した時はまだ使われてたと。ってなるとかなり前の時代の噂になるってことですよね。うん、あそっかそっかそっか、そうですよね、うん、そうですよね。ううこと、なんとなくその軍人さんの姿をした幽霊が出るっていうのも、辻褄があってくるのかなと思いますね、うん、な,るほどなるほど、なるほど。 でもあくまで僕の考えでは、その女性型の幽霊が現れるっていうのは、えっと、時代が移り変わることによって付け足されたんじゃないかなと思うんですよ。ああ、なるほど、なるほど。パターンとしてちょっと、これも一つの、なんだろう、時代の流れで階段が移り変わった一つの例なのかなと思います、ね。確かに。時代で言えば、出生ですが1940年代だから、 はい、そうですよね。一番ルーツ古いのって言ったら、やっぱ軍人型が一番ルーツとして歴史古いですもんね。そうですよね。えー、面白い。だってだって軍人の階段ってあんまり聞かないですもんね。聞かないです。聞かないっす。聞かない、うん。あんまり聞かない。もっと聞かないのが、あ、ではどうだかな。落ち武者とかもあんまり聞かなくなって。あ<ー>聞かなくなってきましたね。落ち武者は聞かんな、確かに。 やっぱりその体験者というか、そういう話を、こう、される方っていうのが、どんどんこう、うま、あのね、うんえー、人が入れ替わっていって、まあ、そういう人たちの、こう、うん、認識というかね、うんあの、そういうものもあるんじゃないのかなって思います。確かに。あの、そうですよね。だって、落ち武者、なんか、まあ、めっちゃ当たり前ですけど、今生きてる人たちって落ち武者見たことないじゃないですか。 そうですね。うん、極端な話。私そうですね。軍人さん、日本、旧日本軍を見たことある人って、もう多分、全人口の何パーセントかしかいないと思うんですよ、すもはや。ね、ってなると、確かにそうもありますよね。どん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 こう消滅していくんじゃないかなと。うん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 。そこで、鹿島さんがなぜ生き残ってるかっていうと、名前っていうのがあるからですよね。うん、ああ、確かに。 名前をこうベースにしてどん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 姿が変わっていったからこそこう現在まで続いてるような気がしますね。うん、かしかも現在でも鹿島玲子さんっていたって全然おかしくない名前ですもんね。これあの吉田さんが未だにずっと調べられてますけど、うん、今の小学生にもこの鹿島さんの噂っていうのは広がってるみたいですね。うんうん、いや、面白いな生きながらえてると。うん ちょっと、最後の DM が思いついたので、ちょっとこれだけご紹介させてください。はい、えっと、配信を聞いて、大阪の泉の広場に出ると言われてる赤い服の女って、鹿島さんの派生なのかなとふと思いましたっていうのを聞て。<ー>確かに。赤い服の女ね。赤い服の女、非常に有名ですよね、この泉の広場に、ね。有名です。はい。確かに、これは、もしかしたらこの、こっち側、ど、まあ どちらがどちらかどうは分からないけれども、お互いに影響を及ぼしている可能性はありますよね。うんうん、噂として。やっぱりこの、鹿島さんであったり赤い服の女の存在っていうのは、やっぱり都市伝説の中でこう、うん、生きながらえてきた存在なので、どこかで重なっている可能性はありますね。あ、うんうん、りますよね。うん いやー、そんなわけで、じゃあ残り10分を切りましたので、だんだんと今日の、あれなんですけど、いや、今日どうでしたか、黒松さん。めちゃくちゃ楽しかったです。<laughs> 小学生並みの感想じゃないですか。<laughs> <laughs> 小並感じゃないですか。<laughs> いやいや、本当にね、あのー、でもね、こうコメントでね、いろんなこうご意見いただけてるので、そこからかなり話が広がったなとは思いました。う なんかこうすごいやっぱこうね今ねかし、あの下、ー、本さんおっしゃってだいただ令和の柏さん本位もみたいになってるやろうぜみたいな感じで今いっぱいお便りをいただいたんですけど、はい、やっぱすごいここも現代のやつを記憶を残してでもやっぱり姿形がバラバラであり。 ちょっと僕非常に今回興味深いなと思ったのは、この岩手のやつで、はいはい、火け型が出てくるっていうところが、すげえ面白いっすよね。これこそ本当に立証するべき、ね、ね<え>あの、説として、あの、一つのいい例が出てきたのかですよね。すごくいいサンプルだと思います。本当に。めちゃくちゃ面白い。千日前火災がおそらくルーツであるはずなのに、 岩手県でっていうところが面白い。うん、そうですよね。まあ、その実、下松さんが語り手として選ばれているんではないかという。ただ、でも、僕自身は広げている、あのなんていうんですか、もうただただ鹿島さんの手足もあって動いてるだけなので、うん、本当にそれはもう皆様、あのもう加担されたということでね、今日は。もう、園長さん、ええ、温泉あね温度がとっていただいて、えええー、リスナー もう本当に共犯ですから。ええ、そうですね。今共犯とあって、はい、こう、まあ、くだもさんはもはやもう、ちょっとこう、鹿島さんの敷き紙と化しつつあるというですね。そうです。もう手足ないですけどね。<laughs> 手,足手足ないですけど。<laughs> 下僕ですよ。あの、まあ僕はも,もちろん下僕ですけど、あの、吉田さんはじめ、園長さん、その他の皆さんす、もう全員もうね、あの、囚われてますから。そうですね。僕らも大概な感じになってますからね。 玄属広ロがちっ <laughs> <原>属 <laughs> 逃げられないですよ。逃げられないです。もう皆さんはこれで、あの、完全に感染したということになっていますね。あの、皆さん。だこれ、これあれですよね。どうやら令和のこの現在のやつは、話すとダメなんじゃないかと。話し手に来るんじゃないかと。 うんうん、そうですね。そういう説が今、ね、うん、生まれてます、ね、出てますからね。だから皆さん、今日聞いたやつを積極的にですね。すどん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 広げましょう。えー、夏ですから、今度皆さん、多分もうお盆来る、来たりして、実家帰る時とかもね、夜、実家帰ると大体夜って暇じゃないですか。はい。と、階段とかね。え、しました、うん、なんか僕、僕結構し、つ、あの、結構姉とするんですけど。はい、おー、そうなんですね。うん階。階段とかしないですか<れ>はい。 バレてしまったお姉さん、ね。よくご存知ですね。はい。あの、姉バレをした。<laughs> 僕もね、うちの兄としますよ。ああ。じゃあ、それでこう、また下松さんをばらまくっていう。そうです。もう常にもうばらまき続けて、あの、鹿島さん復活をこう、<laughs> あの、<laughs> <laughs> あの、願ってますので使。使いまだもう使いまですよ。<laughs> <laughs> ちなみにうちの姉はどうやら下松さんも認識して、 いるようです。あ、ほんかった。はい。<laughs> ありがとうござい YouTube で、ええー。あのー、はい。なので、<laughs> この配信もワンチャン聞いてる可能性がありますね。<laughs> <laughs>